グロスター公、リチャードの紋章グロスター公爵、リチャード王子は、イギリス王室聖院、第二代グロスター公爵。女王エリザベス二世の重帝で、ジョージ五世とメアリー・オブ・テックの孫としては最年少となる。現時点では、英国王位継承順位三十番目にある。皇帝は、ケンジントン宮殿。グロスター公爵ヘンリーと、同婦人アリスの次男として、ハートフォードシャーで生まれ、 同年10月20日に、ウィンザー城で洗礼を施される。大父母には、エリザベス・ボーズ・ライアン、アリス・オブ・オール・バニ、バクルー公、ウォルター・モンタ・ギュー・ダングラス・スコット、ケンブリッジ公、ジョージ・ケンブリッジ、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公女メアリー・ルイーズ、シビル・フィップス、ハロルド・アレグザンダー等がいる。第二次世界大戦中だったこともあり、マスコミは、 宣礼式が行われた詳しい場所は報じず、国内の私立教会で行われたとのみ伝えた。生後感もなく、父ヘンリーのオーストラリア総督就任に伴い、一家でオーストラリアへ渡り、1947年に帰国した後はノーサンプトンシャーに今日置いた。幼少期は学校へは通わず、自宅で教育を受けていたが、後にイートン校に進学している。 1963年には、ケンブリッジ大学のモードリンカレッジに入学し、建築学を専攻した。1966年に学士号を取得した後は、政府機関で開発に関わる仕事を1年間務めた後、翌1967年に大学に戻り、1969年6月に修士課程への入学試験に合格し、1971年に修士号を取得した。 卒業後は、ロンドンにある建築会社の共同経営者となった。建築家としての人生を歩むつもりだった、リチャードだったが、グロスター校を就職するはずだった兄ウィリアムが、1972年8月28日に、飛行機事故で急成したことを受けて、自身が借会を継がなければならなくなった。そのため建築家の道を諦め、女王エリザベス二世を補佐する役割を果たすなど、 積極的にイギリス王族としての公務をこなすようになった。2007年10月にウスター大学の学長に就任した。1972年7月8日にデンマーク人のバージットと結婚。妻との間に三子を設けた。ちなみに国王の彦である三人の子供たちは殿下の継承を名乗ることはできず、王族としての公務も行っていない。ウィキメディアコモンズには、 リチャードに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。